全国の競馬ファンの皆様、こんにちは。ケンソーチャンネルの絆あかりです。ケンさんです。今回は中山記念と阪急杯の回顧編ですぞ。2人の予想対決の結果もありますぞ。ケンさんが余計な話を始める前に、中山記念のレース結果から振り返ってみましょう。馬場は想定していたより悪くなっており、1.5 秒遅い馬場で行われました。ペースは 1000m 通過 58.6 秒、馬場を考えるとかなり速く、ハイペースでの消耗戦となりました。追走値が100オーバーの馬で馬券内が占められており、上がり値1位の馬はソウルオリエンスの 74.9 ですので、重い馬場と速いペースで行われ、後方から進めた馬にとってはきついレースとなりました。連敗馬の能力値は平均よりやや高い決着です。勝ったのはスムーズに2列目の内拉致沿いを確保したマテンロウスカイでした。後方勢が足を使えない中でロスのない競馬を見せ、立ち回りのうまさが光った内容でした。遅い馬場の実績がなく、阪神外回りや東京コースで好走してきたので、この条件では厳しいと軽視していましたが、終わってみると重い馬場を味方につけ、立ち回りのうまさでの勝利。この内容から内回りの大阪杯でも馬場が渋れば有力な一頭と言えるでしょう。2着はドーブネ、帝王シリウスがスタートが一息で外枠だったために楽に先頭でコーナーへと入れました。距離ロスなく自分のペースで走れていたので、得意な形に楽に持ち込めたことが大きかったでしょう。とはいえ上がり値は60と低く、最後はバテていたので、馬場や展開の恩恵がなければ馬券内はなかったと思います。この結果を受けて次走以降人気するなら軽視しようと考えています。3着はジオグリフ、この馬もスムーズに内拉致沿いを確保した一頭でした。調教では良いタイムを出していたものの、金層のダートでの負けっぷりから精神面が不安で軽視していましたが、芝で一変し、皐月賞馬の意地を見せました。能力値は宝塚記念から少し上げた数値ですので、芝だとこれくらいは走れるといったところでしょうか。ですが、恵まれた面もありますし、バテていたドーブネもかわせず、同じ進路で進んでいたマテンロウスカイに突き放されているので、G1 ホースとしては物足りない内容でした。次走以降人気するなら疑ってみようと思います。1番人気のソウルオリエンスは4着。合わない条件でも安定の能力値85でした。大外を回し、最後まで足を使うも届かずの内容で、得意な条件に戻ればと期待させる結果でした。ただ、2000m 前後だと後ろから進める形になりそうなので、勝ち切るには展開が味方しないと厳しいかもしれませんね。あかりの本命のエルトンバローズは7着でしたぞ。この日の馬場を考えると、スタート後に後手を踏んでしまったのが致命的でした。ただ、上がり値も大きく落としているので、理想のポジションを確保していても、勝ち負けできたかには疑問があります。西村ジョッキーのコメントにあったように、終始のめって走っていたので、馬場が合わなかったことは間違いはないでしょう。次走以降の巻き返しに期待しますぞ。それでは、馬券対決の結果を見てみますぞ。2人とも的中なしですぞ。これだけ綺麗に外したら、すがすがしさすら感じますぞ。今回の件から学ぶべき教訓は、極端に馬場が悪くなって、上がり値が求められないときは、追走値で決まるということだ。ケンさんからは何か言うことありますか？あかりちゃん化け物語見てたんだね。え、何のことですか？回帰練習。まあいいです。ソーバリアンとは折り合い変えてましたね。マイルだと足りなくて距離伸びると折り合いに不安が出る。本当に難しいお馬さんですな。ふっふっ。外しといて、ふっふっ、じゃないですよ。何気に今回も再開指名してますし、しっかりしてくださいよ。あかりちゃんも同じじゃん。続いては阪急杯の結果を振り返りますぞ。馬場は想定通り1秒遅い馬場で行われました。ペースは想定より速く、馬場を考えると例年以上の厳しいペースとなりました。そのため追走値によった決着となっています。レースレベルは例年よりやや低めの数値です。重い馬場と速い流れで後方の馬が足を使えなかった中で、前目で上がり上位の足を使ったウィン・マーベルと朝倉キングは抜けて強かったと思います。1着はウィン・マーベル。唯一の懸念であったうちの馬場が荒れるということもなく、今まで通りの走りを見せて阪神カップに続いて 1400m の重賞を勝ちました。遅い馬場も問題にしなかったですし、 1400m であれば極端な外枠を引かない限りは信頼できそうです。次走は高松の宮記念に駒を進めてきそうですが、 1200m ではポジションが下がる可能性が高いので、内目の枠を引けるかが鍵になりそうです。2着は朝倉キングでした。外枠で花を取り切るかが鍵でしたが、長い向こう正面を生かしてコーナーまでに先頭に立てたのが大きかったですね。距離短縮してから能力値を順調に上げてきており、今後の活躍が期待できそうです。1200m になると逃げれるか未知数の面が出てきます。番手で控えて競馬するよりは今回のように行き切った方が良さそうなので、距離短縮にはまだ課題がありそうです。3着には伏兵サンライズロナウドが入りました。
シルクロードステークスでも、馬場の悪い内を通り、しぶとく足を使っていたので、重い馬場が合っていたのだと思います。後方勢の多くの馬が、外を回す中で、内にこだわり、距離ロスなく進めたことも、プラスに働きました。結果的には、内拉致沿いを走れた3頭が、馬圏内を独占しているので、レースレベルを考えると、大きな評価は、しにくい一戦だったと思います。それでは、2人の予想結果を見てみますぞ。ウィン・マーベル本命だったのに紐抜けですぞ。朝からキング外枠で嫌ったのがいけなかったですね。3勝クラスで80超えの能力値を出していたので、せめて紐で抑えないといけなかったですぞ。研さんはサンライズ・ロナウドをしてたから惜しかったですね。やっぱりプール調教は雨の日に行きましたね。いやいや、いやいや、絶対に関係ないと思いますぞ。それでも、プールだけでも重傷で通用するんですね。シルクロードの時もプールだったんで個体差はあると思います。それよりも、素直にウィン・マーベル買っとけばよかったと後悔しています。ケンさん。なんでしょうか？後出しは、かっこ悪いですぞ。ぐぬぬぬぬぬ。まあいいです。実はケンさん、日曜日に、新世紀エヴァンゲリオン未来への方向で2万発出したんで。は、パチンコですか？何してるんですか？真面目に競馬に取り組んでくださいよ。まあ乗り打ちだったんで半分以上持っていかれました。なので弥生賞にかける意気込みは誰にも負けませんぞ。はあ、しょうがない人ですね。次こそは2人揃って当てましょうね。はい。それでは2人の回収率を見てみましょう。研さんはまだプラスですね。当たりは 12%。 ぐぬぬぬぬぬ。研さんに誘われて競馬始めたのでまだキャリアは浅いですが、なんとか 100% に近づけたいですぞ。研さんは競馬歴何年ですか？ウィニングチケットが買ったダービーからやり始めたから31年ですかね。うわー、長くやっているんですね。ウィニングチケット聞いたことないですぞ。琵琶林秀と同世代でウィニングチケットも好きだったけど、琵琶も足毛で岡部さんの堅実な騎乗で安定感抜群で好きでした。有馬記念でマックイーンとの足毛対決楽しみだったけど、マックイーンが故障で引退してしまい、琵琶林秀の単勝を勝ってた有馬で東海帝王が奇跡の復活。翌年も琵琶林秀の弟の成田ブライアンが。ああ、わかりました。長くなりそうなのでこの辺りで。どうやら研さんの思い出スイッチをしてしまったみたいです。予想編では弥生賞を予想します。今週こそバッチリ当てますぞ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは予想編で会いましょう。バイバイ。